こんにちは、ニコライです。今日は前回購入しましたシャネルのル・ルージュ・クレヨン・ドゥ・クレールの実際につけてみてどういう発色かをご紹介していきます。それではまず箱から取り出して、容器がクレヨン型、キャップもプラスチックで、シャープナーとかで研がなくてよくて、下の方、これテープが巻いてありますけれども、こちらを剥がして、繰り出し式になってます。で、繰り出して戻しもできますので、安心して繰り出し、戻らないのも中にありますのでね。で、色は、ベージュロゼ、ちょっと顔出しお見苦しいかと思いますけれども、実際お付けしてみようと思います。ちょっと緊張して息を吐いたり、あくびっぽいのがあるかと思いますが、緊張のためですのでご了承くださいませ。で、ニャンスキーを出ていました。で、直接リップブラシもいりませんし、私の唇はすごい薄い、下唇に比べて薄いですので、ちょっと厚めに輪郭を取って描いています。で、アラフィフにはちょっと血色が、ナチュラルなお色でありますけれども、ちょっとナチュラルすぎますので、メイク直しの時などに使おうかな。あとはもう職場に行ってマスクをすぐする時とか、今はリップバームしか塗っていってないので、ちょっと塗らなきゃなっていう時に使おうかなと思ってます。シャネルのルクレヨンクレールで、下地は資生堂のウォーターインリップ、これ UV カットできるのですごいです。あとドゥラメールのリップバーム使ってます。それから、息をしてますね。で、どこを見ていいのかちょっとわからないので、でもチャンネル登録様が増えましたので頑張って出てみました。すいません。で、これから夏のセールのジーンズで買ったフォックス型のメガネのご紹介をしたいと思います。で、フォックス型のメガネはずっと探していて、このアメリカンホラーストーリー魔女団のフランセス・コンロイがやってる、シックスフィートアンダーのお母さんだった人ですね、のメガネがとても若い頃の魔女のシーンでメガネが可愛かったんですね。で、ケースも一応セールですけど、赤か黒か選べて真っ赤を選んでみました。赤い深みのある色で、で、安いメガネ屋さんだとやっぱりこう面白いメガネが少なくて、でもこれは8000円が4000円になってました。で、かけやすいし、わざとらしくなってないかなと思って、もう即買って、まだドア入れてないですけれども。あと次はサングラス、これはデクスター、海外ドラマですね、どちらともの妹のデボラ・デクスターって書いてある、デボラ・モーガンでした、間違ってます。で、これのティアドロップ型のサングラスがどうしても欲しくて、これは2年ぐらい前に購入しました。で、私は顔が長いので、ティアドロップ型はハードですけれども、顔が短く見える、あとロー&オーダーのオリビア刑事なんかの女刑事もこんなのをつけていてね、かっこいいので、でも洋服がちょっとフェミニンな感じだとサングラスと合わないかなと思います。それでは、昨日お墓参りに行った帰りに、お食事に行った分の中華の料理をちょっと撮ってきましたので、縦になったり横になったり、画像も悪いですけれども、なっちゃんがくつろいでます。で、このライスペーパー投げ物の前にお刺身がありましたが、ちょっと取り忘れております。なかなかね、お墓掃除ももう炎天下の中大変ですがけれども、心がなんか晴れやかにすっきりするような心持ちで手を合わせてまいりました。イカの揚げ物、ごまの担々麺、ピリッとしていましたけども美味しかったですよ。
で、こちらはマンゴープリンとスイカのシャーベット。甘いのはね、なんか疲れが取れるようでした。それではまたよろしくお願いします。